で、ここからはですね、このシリーズ初となるゲストをお迎えした、あのレクチャーとなります。で、ゲストにはですね、ここにいらっしゃる、えっ、ー、と、エデュケーターの佐藤麻衣子さんをお迎えしています。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、私がお話しするタイトルです。えー、美術館はどこまで多様性に向き合えるのか。ということを四回に分けて、お話ししていきます。はい。 担当する4回のレクチャーはこのような流れになっていますで。今日はですね、1回目の教育普及の概要ということでお話ししていきますで。エデュケーターにどんな役割があるかというのをここから紹介していきます。まあ、その前に皆さんに美術館ってちょっとどういう施設なのかということをお話ししていきます。 美術館はですね、社会教育施設というところで位置づけられています。これは社会教育法というので位置づけられています。社会教育施設ってもしかしたら皆さんの中で聞きなじみのない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、どんな場所かというとですね、例えば図書館とか、えー、と体育館とか公民館とか、 まあ、そういったものも社会教育施設に位置づけられています。まあ、どんな機能があるかというとですね、まあ、いつでも、まあ、地域の人が、まあ、誰でも行けて、あとは自分から学びたいと思った時にあの主体的に学べる場所です。そして料金は、まあ、無料か、もしくはすごく安い価格で利用できます、えー。美術館も社会教育施設に位置づけられていますが、 まあ、エデュケーターというのですはですね、この社会教育施設を実現するためにエデュケーターがいると考えているくださると分かりやすいかなと思います。